こんにちは、親の力です、えー、今日はですね、あのこういう相談にお答えしたいと思います羽生譲さんというペンネーム、いいお名前ですね <laughs> こんばんは、子育てにひどく悩み、動画を拝見させていただきました少し相談させてください小学校一年の娘で年長さんまでは素直な良い子でしたが最近は少しでも気に食わないことがあると 壁を蹴ったり物を投げつけたり暴言もすごいことを吐きます母親の私に何々をママが準備してとかあれ取ってこれ持ってきてとか先ほども私に持ってこいと命令口調で言われました少し前は今回だけだよとしてあげていましたが最近は悩みましたが自分で準備しなさいというようにしてます ここれはやはやり良くないことないとのですか。家に帰ってからもテレビをつけて私のことはよく無視します。時間割や学校の準備を促しますが結局寝る時間になり旦那が帰ってきて怒鳴り散らして反抗して準備をして寝るというようなサイクルです。とあるサイトでは失敗させた方が良いとあり上履きを準備をしてなかったのですが。 本人に任せましたがやはり忘れていてい次の日に上履きの準備を促したら私に取ってこいと言われました。えー、叱りつけはしなかったのですが自分で取りなさいと諭しました。今まで怒りを感情のままにしないようにしてきましたが最近はふとした瞬間爆発することがあります。このような場合でも 子どもの命令に従い準備をしてあげるのが大事なのですか、えー、ということでね、まあ、こういうご質問ですけどやっぱりこういう時は悩みますよね、えー、親御さんとしても大変だと思います。でまああの拝読する限りにおきましてはですねあのやっぱ娘さんの方もいろいろ今ストレス何かねあるんじゃないかなというふうに思うわけですね。 えー、まあ原因はちょっとねこれではわからないですけどあの学校のことなのか友達関係先生との関係あるいは塾や習い事とかあるいは親子関係とかあるいは他に何かあるのか、えーまあ、とにかくそういうこう不安というか不満というか、まあ、そういう気持ちがこう満たされないところがあると思うんですよね。で 失敗させた方がいいのかということがありますけどこれはまあ一概に言えないと思うんですよね子どもの個性とか状況にもよりますしただ今の,、ね、あの文章を読む限りにおいてはあのちょっとこう突き放してしまうっていうのがいいことかどうかっていうのは疑問ですよね。 余計スストレスが講じるってことはありますよ、ねでまあ子どもさんの方としてもこう見放されたというふうに感じる可能性がやっぱあってリスクってのはあると思うんですよね、えー。で私はこういう場合っていうのはね基本的にはその、まあ、個々の細かいことはいろいろあるんですけど基本的にはねこう北風よりも太陽太陽ですね北風と太陽のもうそういう偶話の通り えー、あれすごいね学ぶところがあると思うんですけどねですからまあ一つねあのまずお勧めしたいのはあの本人、えー、がですねまず好きなことをたっぷりやらせてあげるってことは私いいと思うんですよね。まあ,あの何でもいいですその子が好きなこと絵を描くなら絵でもいいし人形遊びが好きなら人形でもとにかくその。 好きなことに夢中になってね取り組む時間っていうのが非常に重要でこういう時にあの幸せホルモンがいいっぱい出るんですね例えばドーパミンというのがこう脳の中で幸せホルモン出るんですけどこれはですねあの幸福感とか心地よよさが味わえるものですよねあの同時にこれはですねこう意欲とかやる気とか集中力とかあの理解力記憶力思考力を高めるそういう働きも あるんでですすねねまずそれです、ねでまあ、2つ目としてですね日頃からですねあの親御さんが娘さんをこうあのスキンシップに心がけるっていうことが大事ですね。まあ、例えばこうハグするとかねあるいは頭とか背中をこうなぜてあげるとかねあるいは手とか足をこうマッサージしてあげるような、えー、ことですね。 このスキンシップによってですねこう安らかな気持ちとか幸福感を高めるそういう働きがあるこうオキシトシンというこれも幸せホルモンなんですけどね、えー、このね、あのー、オキシトシンが出ることでねストレスホルモンの濃度を下げてこうイライラとかね恐れとか不安とかそういうものをこう和らげてくれるんですね。まあ それによってこう切れない子供になるっていうこともよくあるわけですけどでさらにこのオキシトシンっていうのはいいことがいっぱいあって記憶力とか集中力にもこのそういう向上にも顕著な効果があるって言われてるんですねでこのスキンシップによってねあの子供の方にもオキシトシンが出るんですけどあのそれやってあげてる親の方にも出るんですね。ですから親御さんのためにもなるわけですね。 であのついでに言っときますとあの自分でねあのこういう風に自分であのセルフケアっていうかセルフタッチっていうんですかね、えー、セルフタッチとかセルフケアっていうのだったかな自分であのマッサージするっていうのもすごく効果があって私もちょっと公園の前とかドキドキ落ち着かないとかなんか不安だとか心配事ストレスとかある時こう水落ちのところへんですねこうゆっくりね あのー、ゆっくりあるいはこういうところとかですねあるいはこういうところとか自分で、あのーまあ、マッサージとまでいかないんですけどタッチケアですよねセルフタッチケアっていうんですかねタッチすることでケアするってことですねこれやるとすごく落ち着くっていうのはありますのでねまあそういうことで、えー、やってあげるといいんじゃないですかねでまあ3つ目として あの今のとちょっと関連するんですけどね、あのー、子供が大騒ぎしたり大笑いしたりとにかくこう発散する時間って大事なんですね。で例えばですね、あのーまあ、1年生くらいでしたら親子でじゃれつき遊びをしてみるとかねとにかく親子でふざける、まあ、くすぐりっこでもいいですし指相撲とか足相撲とかあるいはこう子供の手を持ってあげてこう足抜き回りをするとかね。 あるいはこう肩車したりしてこう前の方へこう子供を下ろしてあげるとかまあとにかくこう親子で触れ合いながらじゃれつき遊びこれがね親子関係良くなりますしあの大笑いしたりふざけあったりそういう時に脳の中のこう扁桃体というところがあるんですけどそこがすごいこう活性化してるわけですね。 でまあ、当然ずっとそういう状態ではいられませんので、まあ、その親子じゃれつき遊びが終わって、えー、じゃあちょっと静かに休憩するとかあるいは、えー、絵本でも読むとか、えー、ご飯食べるとか、まあ、そういう時にまあ扁桃体がこういうふうになってたのがあのシュッとこう静かになるわけですねその時にですね脳の前頭前野っていうところでしたかね、あのー、そこがですね確か前頭前野だと思ってくれ。 ちょっと不確かですけど、まあそこの扁桃体が活性化しているところにこうブレーキをかけるんですね、抑制するんですね。あのこういう体験をたくさんするといいんですね。大騒ぎして扁桃体が活性化してブレーキをかける、大騒ぎしてブレーキをかける。それによってですね、あのブレーキをかけるあの力が強くなるんですね。そうするとですね、あの何かムカッとしたとかイラッとしたときに。 あのブレーキをかけることができ,て、えー、できるようなんですね逆にですねいつも静かにしなさいおとなしくしなさい行儀よくしなさいって言ってると、えー、大騒ぎして活性化してブレーキをかけるという体験がなかなかできないものですからいざね友達で何か言われたとかムカついたことがあった時にあのブレーキをかける前頭前夜のブレーキをかけるトレーニングはされていないものですから。 そのままね扁桃体が切れてしまうってことなんですね扁桃体っていうのはそういう方感情を扱うところなんですねですから大騒ぎすることでブレーキをかけるという体験をしてたくさんしてるとあのー、イラっとして切れるとかムカついて切れするそういう瞬間寸前にですねブレーキをかけることができるようになるわけですね、えー、ですからまあこういうこともやっていくといいと思いますで次にですねあのー。 まあどうしてもこういう状態だと否定的でねしなきゃダメだよなんでしないのっていうような言葉が増えちゃうと思うんですけどそういう言葉ってのは本当にいいこと一個もないんでまあそういう言葉はもう極力やめて逆にですねあの肯定的な言葉をあの増やしてあげるということですね。特に大事なのは「大好きだよ」とかね「何々ちゃんのこと大好きだよ」とか「あなたはママとパパの宝物だよ」とかね。 毎日一緒にいられて嬉しいなとか、えー、ママのところにね生まれてきてくれてありがとうというそういうようなそ,その子の存在その場のものをですね丸ごと肯定する言葉ねこういう言葉を送ってあげることも大事です。これはね子供は本当に嬉しくてそういう,こう自分の存在を丸ごと肯定させる言葉をたくさん送ってもらえるとすごく気持ちが満たされてあの自己肯定感も育つし親子関係も良くなって。 親に対するこう信頼感っていうのもあの培われていくということがありますよね。<laughs> で次にですねあの <laughs> 子供の話をですねあの共感的に聞いてあげるってことがすごく大事ですね。これあの、まあ、例えば子供が帰ってきて何か今日嫌なことあったとか何とか先生に叱れちゃったとか習い事嫌とかなんかいろいろ不満 多分が多この子あると思うんですよねそういうものをなんか口にした時に「そんなこと言っちゃダメだよ」とか「もっと頑張れ」とかっていうんじゃなくて「そうなんだ大変だったね」とかね「嫌だよね」とか、まあ、たくさんね共感的に、あのー、聞いてあげてそうすると子ども話しやすいからもっと話させて、えー、そうするとその喋ることで話すことであのストレス解消できるしで親御さんがねそういうふうに共感的に聞いてくれると「あ私の嫌な気持ち分かってくれた」っていうふうに。 私がどんなに大変かお母さん分かってくれたっていうふうに感じることができてそこでも親に対する信頼感高まるしねで共感的にたくさん聞いてると子どもも話しやすいので情報がいっぱい入ってくるわけですねあこの子はこれでちょっと今嫌なのかなとかねあこういう問題があるのかなあのそれが非常に重要ですよね。ですから冒頭でも言ったようにこの子が何で今そういう状態にな,るなってるのかっていうことが今よく分かってない。 状態だと思うんですけど共感的に聞くことによってそういう情報が入ってくるとその理由があるいは原因が分かってきて、えー、それが分かってくるとあの解決するる糸口っててうのも見えてくると思うんですねで、まあ、場合によってはそのあの担任の先生にちょっと相談したいんですけどっていうようなことで相談して学校での様子をちょっと聞いてみるとかあるいは友達に聞いてみるとかあるいは友達のお母さんとかが知って 把握しててるってこともありますので、ねまあそういうふうにこのなんでその子が今そういう状態なのかっていうのを知るようにする努力っていうのもあっていいかなと思う,思うわけですね。いろいろお話ししましたけど、まあ、とにかくその今こう大変な状態でおり,おりますのでそれに対してその真正面からねこうぶち当たってこうバトル的になってしまうというようなことだとあのやっぱ北風の 多いようになっっててしまってそれはまあ大体の場合はうまくいかないんですね。ですから、まあ、あのまあ確かにムカッとするとは思うんですけどね命令口調で言われたりするとねでそこのところで直接こう対,対峙するってことではなくこう何て言いますかね急がれば回るって言いますかね <laughs> 周りからこうやんわりやっていくという太陽の方法の方がねいいと思います。えー、ということで。 お話しさせていただきました。参考になるといいかなと思います。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。今日も一日明るく楽しく <laughs> できるだけ <laughs> 明るく楽しく幸せにお過ごしください。